こんばんは、日常演舞です。本日は業務スーパーで買った2種類のバナナチップスを食べていきたいと思います。業務スーパーのバナナチップスはこれまで何個か食べているんですけど、また今まで食べていない新しいものを見つけたので食べていきたいと思います。今回はそのままのバナナの形をしているものと、砕いてトッピングになどに使いやすくしているものの2種類ある。内容量や栄養成分などは裏面見てもらったらわかるのですが、見えないと肌は一時停止してください。どちらも同じくらいですね。それではまず通常の形をしたものから食べていきます。おー、ジッパー袋入りで食べきれなくても保存できるようになっていますね。では小さくて可愛らしいバナナいただきますの前に、本日は飲み物としてこちらリッチブレンドコーヒーというものを用意していますので、そちらも合わせてレビューしていきますね。では改めましてバナナチップいただきます。業務スーパーのバナナチップは当たりと外れが結構激しいイメージがあるんだけど、今回もうどうなんだろうな。これ今確かにサクサクはしてるんだけど、それがイコール美味しいとは必ずしも言い切れない部分があるかな。どうしたもんだろう。ただ砕いたやつと丸いやつ分けられるのは個人的にはいいかなと思いますね。でどうかな、なんて言ったらいいんだろうね。これ美味しくはあるんだけど、同時にちょっとなんかはっきりと言い切れない感想、悩ましいなこれ。そしてまあ詳細はこの後まとめて説明します。ごちそうさまでした。まず2種類のバナナチップスなんですけど、どちらもやはり割れてるか割れてないか以外に違いはありません。割れているからといって別に食感が劣るとかそういったことはなく、どちらもカリカリとした食感と歯ごたえが美味しいバナナチップスに仕上がっていました。ただ食感が目立ったので、バナナの優しい甘さは若干控えめだったから、でも感じないわけではなかったです。なのでそのまま十分な歯ごたえやバナナの味を楽しみたいときは通常版、袋にも書いてあるトッピングとしてアイスやヨーグルト、シリアルなどに混ぜたいときには割れと使い分けるのがいいですね。味はどちらも同じなので、今回は両方とも代表者として4点とさせていただきます。やはりバナナだけだとちょっと物足りない部分もあるので、何かと付け足すのがいいかな。こちらのリッチブレンドコーヒーでの酸味が強い味わいになっていて、口の中でシュワッと広がってくるの、シュワッと広がってきたコーヒーの味が目をすっきりパッチリとさせてくれる味わいになって、ほぐすが方向の味わいですが、苦味はそこまで強くなる、苦味よりも酸味が強いコーヒーがお好きという場合はぜひ飲んでいていただきたいですね。リッチな気分になれるかもしれません。アイスクリーム食べたら死ぬぞ猛毒で、そんな物騒なアイス作るな話ですけど、というわけで本日はアイスクリームによく合う業務スーパーのバナナチップス2種類を食べてみた動画でしたけど、あなたは何か気になりましたか？もし気になって食べてみたいと思ってもらえたのであれば、動画を投稿した自分も嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけたらもっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。